プロテインも人工甘味料も大腸にとっても肝臓、腎臓にとっても二重の負担になりやすいというところがポイントなんですね。はい、皆さんこんにちは。今日も健康ダイエットに役立つトピックについて解説していきます。今日はプロテインの人工甘味料についてですね。私はプロテインをおすすめするときには基本的に人工甘味料不使用のものをおすすめするようにしているんですけども、実際市販されているプロテインっていうのはほとんどのものが人工甘味料を使ってますよね。で、そしてほとんどの人にとっては実際何の問題もないと思いますね。まあ、ただ最近になってアスパルテームの発がん性がニュースになったりもしましたけども、まあ、特に30代40代以降になって長年の生活習慣が積み重なって、まあ、だんだん体にそれが現れてきてるなっていう年代になってきた人にとっては、まあ、ちょっとプロテインの方も気をつけた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、特にプロテインっていうのは他のサプリに比べて摂る量が多いですから、この人工甘味料の影響というのも大きくなってくる可能性があるんですね。まあ、これについて今日は解説していきます。まずプロテインと人工甘味料の問題についてなんですけども、まずプロテインというのはタンパク質ですから、まあ、タンパク質の過剰と人工甘味料というのは、まあ、特に腎臓とか肝臓にとって二重の負担になる場合があるんですよね。まあ、タンパク質っていうのは、まあ、アミノ酸の塊なんですけども、原子レベルまで分解していくと水素と炭素と酸素と窒素、この4つでできているんですね。三大栄養素と言われる炭水化物と脂肪についても同じで、炭水化物と脂肪はもう全部分解すると炭素、水素、酸素、この3つになるので、まあ、最終的には食べたものっていうのは水と二酸化炭素にまで完全に分解されるんですね。ただタンパク質の場合はこの水素、炭素、酸素か、水素、炭素、酸素、この3つにプラス窒素が入っているので、この窒素というのを排出するには腎臓がろ過をして尿として排出するわけなんですね。まあ、つまりタンパク質の過剰がなってくると腎臓が排出する窒素の量が増えて、これが腎臓にとって負担が積み重なってくるわけですよね。で、そしてもう一つ、人工甘味料というのも体にとっては異物ですから、体の異物を排出する解毒の臓器というのは、まあ、肝臓と腎臓なので、このタンパク質の過剰と人工甘味料の過剰というのがダブルパンチで肝臓、腎臓に蓄積して疲労の原因になってくる、肝臓の疲労、腎臓の疲労、まあ、そういったことが起こりやすくなってくるということですね。で、肝臓、腎臓っていうのは結構沈黙の臓器に近いので、よっぽど疲労が溜まってもそれが体調に現れてこなくて気づかない人が多いんですよね。で、もっと気づきやすいポイントとしては腸内環境なんですね。これがタンパク質も人工甘味料も同じように二重の負担になる可能性があるということで、特に人工甘味料のアスパルテームとかスクラロースというのは腸内細菌層を変化させてしまう、善玉菌を減らして悪玉菌を増やしてしまうということが実験レベルでも分かってきていますので、この毎日毎日プロテインで人工甘味料を取っていると腸内環境にも悪影響が出てくるということと、まず何よりも過剰なタンパク質というのが非常に腸内環境を悪化させるんですね。まあ、タンパク質っていうのは胃で消化されて、まあ、小腸を通ってくる間に基本的にほとんど消化されて吸収されるんですけども、まあ、あんまり過剰に取ってしまうとそれが消化しきらないで十分に消化されないまま大腸に達してしまうんですね。そうすると大腸に住んでる悪玉菌にこの消化されてないタンパク質っていうのは餌になってしまって、これが悪玉菌を非常に増やしてしまう原因になるんですね。ですからプロテインをガブガブ飲んでいて、すごい下痢になるとか便秘になるとか、あとおならが臭くなるとか、まあ、そういった腸内環境の悪化っていうのをはかなり実感しやすいポイントなので、まあ、これが出てきた場合はプロテインはちょっと控えて気をつけた方がいいわけですね。これもプロテインも人工甘味料も大腸にとっても肝臓、腎臓にとっても
二重の負担になりやすいというところがポイントなんですね。まあ、じゃあ人工甘味料不使用のプロテインでいいのかというと、まあ、今度はですね、味があんまりついてないので美味しくないっていう問題が出てくるんですね。まあ、どうしてもプロテインも美味しく飲めないとやっぱり続けにくくて、ちょっと続けるモチベーションも保てなくなってくるんですけども、このプレーンのプロテインの美味しく飲む方法なんですけども、結構ですね、クエン酸の粉末を加えていただくと、ちょっと酸っぱいので酸味がついてレモン味みたいになって、まあ、結構爽やかに飲めるんですよね。で、しかもクエン酸の酸味っていうのは、胃酸の分泌を促進する作用もありますから、プロテイン液体だけで飲むとどうしても胃酸が出にくいんですけども、クエン酸の酸味で胃酸をたくさん出して消化を良くするっていう効果もあるんですね。まあ、クエン酸の粉末なんて1キロ900円ぐらいで売ってるので、まあ、非常に安くプラスできるものですね。あと、プロテインで筋トレをしてどんどん筋肉を増やして体を大きくしていきたいっていうバルクアップ志向の方にはマルトデキストリンっていうのが結構おすすめで、まあ、これは糖質なんですけども砂糖に比べて、まあ、甘さがかなり控えめなのでドバッと入れても甘すぎなくて飲みやすいわけですね。まあ、糖質ですから当然カロリーはあるんですけども、むしろカロリーを取って体を大きくしたいっていう人にとっては、まあ、こういった飲み方もおすすめですね。カロリーを取ってそもそも体を大きくしたいんであれば、人工甘味料を取る必要って全くないんですよね。プロテインに人工甘味料を入れる理由って、カロリーを抑えながら甘みをつけたいっていうのが理由なので、そもそもカロリーをたくさん取りたいんであれば普通に糖質取ればいいだけなんですね。で、あと最後に牛乳とかコーヒーをちょっと混ぜるということで、まあマイルドなカフェオレ味みたいな感じですね。まあ、セルフでカフェオレ味にしてしまうということですね。プレーンのプロテインを買って自分でカフェオレ味にするということ。で、コーヒーであればカフェインが入ってますから、カフェインっていうのは体を活動的にする作用があるので、まあ、筋トレ前に飲むには実はいいんじゃないかなと思いますね。まあ、最後はまとめになるんですけども、まあ、基本的にプロテインというのは必要以上に飲みすぎないっていうことをですね、じゃあどれぐらい飲めばいいのかっていう細かい計算方法については、以前の動画でも解説してますので、まあ、そっちも見ていただきたいんですけども、基本的に過剰なタンパク質っていうのは腸とか腎臓にとって負担になるので、人工甘味料がその負担にさらに相乗効果を出してしまう、プラスしてしまうっていうところなんですね。じゃあ人工甘味料、使ってないプレーン味のプロテインはどうかというと、まあ、プレーンであれば味付けてないので実は値段が結構安いんですね。プロテインもフレーバーによって値段が変わるってことはほぼないですけども、まあ、プロテイン、フレーバー付きの値段とプレーンの値段で変わることが結構あるので、プレーン味っていうのは安いっていうのがまずメリットであることと、まあ、味がついてないので逆に自分でアレンジしやすい、まあ、クエン酸とかコーヒーとか牛乳とか入れて、まあ、自分でアレンジしやすいっていうのも飽きずに楽しめるポイントかなと思いますね。まあ目安としてはよっぽどのハードトレーニーでない限りは、まあ、1日体重かける1グラムぐらいが基本じゃないかなと思いますね。体重60キロであればタンパク質は60グラムぐらいまでが上限、まあ、食事とプロテイン合わせてそれぐらいっていうことですね。まあ、今日のまとめとしましても、まあ、繰り返しになりますけども、まあ、過剰なタンパク質、過剰な人工甘味料というのは肝臓、腎臓、腸にとって負担になりますので、まあ、特に40代以降のちょっと体をいたわりたいなっていう方にとってはその辺も意識していただければなと思います。今日の動画役に立ったよっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。